こんにちは、一宮市保健センターの栄養士です。1歳から2歳頃の幼児期の食事についてお話しします。この1歳から2歳はお子さんの健やかな成長のために健康的な食習慣の基礎を身につける時期です。1日3回規則正しくバランスの良い食事を心がけていきます。そのために毎食、主食、主菜、副菜を揃えましょう。ではまず主食から見ていきましょう。主食になるのはご飯、パン、麺類などです。体を動かすもとでエネルギー源になります。次に主菜です。主菜になるのは魚、肉、大豆製品、卵です。体を作るもとになりタンパク質源となります。次に副菜です。副菜は野菜、芋類、キノコなどです。ビタミン、ミネラル、食物繊維を多く含み体の調子を整えます。芋類はでんぷんも多く含むため主食の要素もあるので主食と副菜の間と考えれば良いでしょう。最後にその他です。牛乳、乳製品や果物がここに入り栄養を補うものになります。このその他はおやつなどで摂っていきましょう。主食、主菜、副菜はこの絵のように3対1対2の割合にするとバランスが取れます。バランスの良い食事の具体的な目安量です。参考にしてみてください。これはあくまでも目安です。お子さんなりに幼児の発育曲線に沿って体重、身長が伸びていれば問題ありません。次に幼児期のおやつについてお伝えします。この時期、発育、成長が著しいお子さんは1日3回の食事だけでは十分に栄養が取りきれません。不足する栄養分を補うために1日に1回から2回のおやつが必要となります。目安は午前1回、午後1回です。午前10時と午後3時など次の食事まで2時間以上空くようにしましょう。時間が空いてもおやつを食べ過ぎると次の食事に影響するため量にも注意しましょう。おやつは好ましいおやつのように食事で取りきれなかった栄養を補うような内容にしていくことが大切です。次にこの時期の食事のポイントについてお伝えします。離乳食は卒業したけれど、でもお子さんのこんな食べ方気になっていませんか？よく噛まないとか丸飲みしているなど、この時期よく相談のある食べ方です。その原因は食べ物の硬さや大きさがお子さんに合っていないせいかもしれません。離乳食完了というのはイコール大人と同じものが食べられるということではありません。離乳食が完了したからといって急に歯が生え揃うわけではありませんね。離乳食完了から3歳頃にかけては乳歯がだんだんと生え揃う時期であり、また咀嚼機能が発達する時期です。その子のお口の状況に合わせた食事が大切となります。歯の生え具合や噛む力に合わせて食べ物の硬さなどを調整し、お子さんがしっかり噛めるものを用意しましょう。ではこの時期どんな食材が食べにくいでしょうか。この表で具体的に見ていきましょう。例えば青菜類のほうれん草はさっと湯がいただけでは上手に噛み切れず食べることが難しいです。柔らかく加熱して細かく切って与えましょう。オムレツや肉団子に混ぜ込むとより食べやすくなります。
トマトは皮が口に残り食べにくい食材です。特にミニトマトは丸ごと与えると喉に詰まらせる危険があります。ミニトマトは十文字に切るなどして与えましょう。この他にもこの表のように工夫が必要な食材はたくさんあります。食べやすく手を加えることによって今まで食べなかった食材を食べたということはよくあります。食べない理由が嫌いだからとは限らないということですね。またこの時期は危険で与えない方が良いものもありますので注意しましょう。次は前歯でのかじり取りについてです。1歳から2歳の時期に前歯でのかじり取りを積極的にさせましょう。この練習を通じて歯を使う感覚や自分の口に合った一口量を覚えていきます。お子さんが食べられる硬さで一口では食べられない大きめのものを準備し、前歯でかじり取って食べさせましょう。この繰り返しによりしっかり噛むことも覚えていきます。パンやおにぎり、スティック状の野菜、果物などがおすすめです。また食べ物を口の奥の方へ入れる食べ方は丸飲みにつながりやすいため注意しましょう。うまくいかない場合は大人が実際にお子さんの前で食べ物をかじり取ってみせるのも有効です。次は手づかみ食べについてです。手づかみ食べは食べ物を目で確かめ、手や指で掴んで口まで運び、口に入れるという目と手と口の協調運動です。手づかみ食べを通して自分で食べる機能の基礎を学びます。食事は食べさせてもらうから自分で食べるに移ります。この時期そうは言っても子供主体に食べさせるとこぼして汚れて困るとか、うまく食べられず機嫌が悪いなど大人にとっては大変になることもありますね。でも大人が援助しすぎると掴む感覚や量の加減などがしっかり学べず、また自分で食べたいという気持ちも損なわれてしまいます。これでは子供が自分で食べ上達していくことへなかなかつながっていきませんね。ぜひ手づかみ食べの体験をたくさんさせてあげましょう。手づかみ食べのしやすいメニューはかじり取りのところでお伝えした前歯でかじり取りやすいメニューと同じです。このメニューは比較的汚されにくいため片付けも楽になります。さらにエプロンをつけたり下に敷物を敷くと汚されても安心です。口へ詰め込みすぎたり食べこぼしをしながら自分で上手に食べる感覚を覚えていきます。自分でやりたい気持ちを尊重し子どもの食べるペースを大切にしましょう。ただし口に詰め込みすぎる場合は喉に詰まらせないように注意して見守りましょう。またスプーンやフォークは無理に使わせようとせず、興味を持った時に練習を開始すると良いでしょう。次に食べる時の姿勢のポイントです。テーブルの高さは肘の関節がテーブルにつく程度にします。この位置にあると両手が自由に動かせます。足は両方の足裏が床や椅子の補助板につくようにし、垂直に座る姿勢をとります。これで体幹が安定し口の機能も安定します。食べる時にこのような姿勢をとることで口腔機能の発達を促すことができます。お子さんの食べる姿勢について一度チェックしてみましょう。では次に幼児期によくある悩み事についていくつかご紹介します。まず一つ目です。栄養士さん、うちの子食べる量が少ないんです。他の子と比べても全然食べてくれなくて心配なんですけど大丈夫でしょうか。
うちの子はすごくよく食べるんです。あればどれだけでも食べちゃうんですけど大丈夫ですか？栄養士さんどうすればいいですか？食べる量には個人差があります。食事の目安量が全員に必ず当てはまるわけではありません。幼児の発育曲線に沿ってその子なりに発育していれば良いでしょう。ただし小食の場合、時におやつの影響で食べないことがあります。おやつの取り方には気をつけましょう。次の悩み事です。うちの子、食べ物を手でぐちゃぐちゃして遊んでしまうんです。どうしたらいいですか？成長に欠かせない過程です。エプロンをつけるなどしてぐちゃぐちゃに汚されてもいい環境にしましょう。3歳代になると落ち着いてきます。うちの子は食事の途中で遊びに行ってしまうから片付かなくって困っちゃうのよね。どうしたらいいですか？食事前にはおもちゃは片付け、テレビは消すなどして気が散らないようにし、食事に集中しやすい環境にしましょう。遊び食べが始まったら、お口に入れるやりとりなどで食べる興味を引き出しましょう。また、食事と遊びのけじめが少しずつつけられるように、いただきます、ごちそうさまの挨拶をしましょう。最後に、この時期に身についた味覚や思考がその後の食習慣に大きく影響します。乳幼児期の食習慣を大切にしましょう。食事は無理強いせず、楽しい雰囲気で少量ずつチャレンジできる環境にし、少量でも食べられた時にはしっかり褒めましょう。食べない原因があればその改善を心がけ、家族みんなで楽しく食事をしましょう。お子さんの食事について何か困ったことがあればこちらへご相談ください。